シスコこと、フランシスコ・ヒメネス・テハーダは、スペイン、パルマデ・マヨルカ出身のサッカー選手。AD ・アルコルコン所属。ポジションはフォワード。デポルティーボ・ボラ・コルーニャデポルティーボ・ボラ・コルーニャの下部、組織出身であり、2005年4月26日のレアル、ソシエダ戦で、トップチームデビューした。5月15日のレアル・サラゴサ戦では、初得点を含む2得点を挙げた。 2006から07シーズンは、セーグンダ・ディビシオンの UD、ベシン・ダディオにレンタル移籍し、27試合に出場して13得点を挙げた。2007年夏にデポルティーボに復帰し、2007から08シーズンは9得点を挙げた。2008年3月30日のレアル・ムルシア戦では、ハット・トリックを達成し、その翌週のラシン・サンタン・レール戦では2得点を挙げた。 ニューカッスル u 2008年9月1日、イングランドプレミアリーグのニューカッスルユナイテッド FC に移籍した。移籍金は570万ポンドであり、活躍次第で700万ポンドまで上昇すると報じられている。9月13日のハルシティ AFC 戦でデビューし、その試合で移籍後初得点も挙げた。しかし、ニューカッスルの前線には、マイケル・オーウェン、オバフェミ・マルティンス、 マーク・ビルカ、ペーター・レーベン・クランズ、ショラ・ー・メオビ、アンディ・キャロルがいたため、7番手のフォワードとして扱われ、ほとんど出場機会がなかった。2008から09シーズン終了後に、クラブがフットボールリーグチャンピオンシップに降格したため、2009年8月31日、1年間の契約で、ラシン・サンタンデールにレンタル移籍した。 二週間後のアトレティコ・マドリード戦でデビューし、アレハンドレ・ゲーホーに代わって20分間プレーしたが、試合終了前に負傷して、トニモラルと交代した。2010年1月3日の CD とニリフェ戦で、ラシン・サンタンデール遺跡後初得点を挙げた。1月27日のコパデル・レイ、CA オサスナ戦では3から0の解消に貢献した。2010年7月に、ニューカッスルに復帰した。 8月22日のアストンビラ FC 戦では途中出場してアンディ・キャロルの3点目をアシストした。リザーブチームの試合中にレッドカードを受けて3試合の出場停止処分を喰らい、その後の数ヶ月はアメオビ、キャロル、レーベンクランズ、ナイル・レンジャーの後陣を押してアピールの機会を失った。2011年1月30日、シーズン終了までの契約で、 フルス・デポルティーボにレンタル移籍し、準レキュラーとして起用されたが、クラブはシーズン終了後にセグンダ・ディビシオン降格となった。一旦ニューカッスルに戻ったが、8月11日、再びデポルティーボにレンタル移籍した。2013年1月31日に双方合意の上、契約を解除した。コルドバ c F 同日、 セグンダ・ディビシオンのコルドバ CF と契約を結んだ。2013から14シーズンは2桁得点を挙げ、クラブの1971から72シーズン以来となるプリメーラ・ディビシオン昇格に貢献した。2015年1月23日、RCD ・マヨルカにシーズン終了まで期限付き移籍することが発表された。ムアントニー・ユナイテッド2016年7月、 タイプレミアリーグのムアントニーユナイテッドに移籍した。CA オサスナ2017年7月、セグンダディビジオンに降格した CA オサスナと2年契約を結んだ。2007年2月6日、U-21 イングランド代表との親善試合で U-21 スペイン代表デビューし、ゴールポストを叩くシュートを放った。UEFAU-21 欧州選手権予選の U-21 グルジア代表戦で同カテゴリーの初得点を挙げ、同予選の U-21 ロシア代表戦でも得点している。U-21 スイス代表戦ではロスタイムに得点し、本戦出場権獲得に貢献したが、UEFAU-21 欧州選手権2009本戦では無得点に終わった。 ビジャレアル CF の下部組織出身で、世代別スペイン代表歴を持つシスコナダルも、シスコと呼ばれるが、フランシスコ・ヒメネス・テハーダとシスコナダルは、同じパルマデ・マヨルカ出身であり、誕生日は一日しか違わない。ありがとうございます。